いよいよ10レース L 級ガールズの決勝戦となります。7番車の荒牧里美選手からバンク内に入ってきています。ここ人気を集めたのが細田選手も連日本当に落ち着いてレースが見れてるレースをしています。スタジオでも工藤さん村田さんはこの1番車細田選手からとフォーカスを上げていただいています。その1番車の細田選手がバンク内に入ってきました。それでは第10レースとなります。ここからは実況でお楽しみいただきましょう。F1 戦のアーバンナイトレース開催3日目の川崎競輪、後半戦は決勝戦が続きます。まずは最初の競争、今シリーズガールズ決勝メンバーが入場してきています。ほぼ全員が仕掛けることができるといっていい選手が揃いました。今シリーズの決勝戦、決勝戦に勝ち上がってきた7選手がホーム側の発走地点に集まっています。それでは第10レース L 級ガールズの決勝対戦メンバーです。1番は埼玉の細田真奈美です。2番は愛知の中島さとみ、3番東京の石井博子、4番高知の山原さくら、5番千葉の篠崎真澄、6番岡山の三宅愛理、そして7番が栃木の荒牧さとみ、以上の7名の対戦です。第10レース先頭員は今井秀明です。第10レースはガールズ決勝戦、周回4周で争います。ただ一人2連勝で決勝進出を決めています埼玉1番車の細田真奈美です。3連単は細田が人気を集めています。そして人気のもう一人は3番車石井博子、2走目の競争はホーム5番手から仕掛けて2走目勝ち星を挙げています。誘導員が今4コーナー直線コース、号砲鳴って第10レースガールズ決勝スタートです。3番石井、外は6番の三宅、内は1番車の細田、まず三宅が前に上がって1番車細田が追っています。3番石井が3番手で4番の山原です。2番の中島に5番の篠崎、7番荒牧が7番手、初手の位置取りから第3コーナーを回ります。6番の三宅愛理がまず前の位置を取っています。2走目の競争ホーム3番手から行って坂口を追っています。2番手の位置から1番埼玉細田真奈美が行っています。初日は3番手から2走目の競争も逃げた山原を追って差し切っています。人気を集めている1番細田は2番手、そして4番車の山原さくらが3番手です。2走目の競争を先行したのが4番の山原です。そして4番手の位置、2番愛知の中島さとみです。中島1走目の競争は仕掛けていった篠崎を追いまして差し切っています。5番の篠崎マスに、篠崎も初日の競争思い切った走りが功を奏しています。7番の荒牧さとみが6番手で、最後方はもう一人の人気3番車石井博子、石井は最後方から行って直線コース、周回は残り2周が出されています。赤番のケージを通過、6番三宅愛理が先行を取っています。細田真奈美が2番手、4番の山原が3番手で、山原が少し前と車間を取った感じです。2番の中島に5番の篠崎です。7番荒牧、最後方が石井博子、6番手からまず7番の荒牧、荒牧が踏み上げて、そして3番手から4番山原、山原が3番手から追いかける展開から7番の荒牧、まもなく打掌4コーナー、踏み上げて4番車山原、山原の積極策で最終周回 400m 通過、細田真奈美が2番手の位置を取っています。7番の荒牧さとみが3番手で、3番の石井博子、そして5番の篠崎真澄の順、最後方は2番の中島、都を通過、先行4番の山原、後位から7番の荒牧上がってくる、3番の石井博子が2番手、そして5番の篠崎真澄が3番手で第4コーナー直線、後位から抜ける3番石井博子です。続いた体勢5番の篠崎、最後は先手ラインを追いまして直線は伸びてきました。3番の石井、お
ました5番の篠崎が2番手、3番手2番車中島さとみの模様です。なおこの後の審判からの正式決定出ますまでしばらくお待ちください。第10レースの LQ ガールズの決勝です。積極策は4番の山原さくら、これを追って7番の荒牧がまくり、3番の石井が追いかける展開。直線は抜け出す3番の石井弘子、石井が力強く直線踏み上げての先着。続いて5番の篠崎まつりが2番手、今シリーズを制しました3番の石井弘子、そして2番手5番の篠崎まつり、3番手外懸命に2番車中島さとみです。この後の審判からの正式決定しばらくお待ちください。第10レースガールズ決勝の模様でした。第10レースの模様をご覧いただきました。工藤さんいかがでしたか？そうだね、やっぱりうまいっていうか強いっていうかね、すごいよね、はい、最終日にぴったりとこうやって、ね、合わせてくるんですね。強いところを見せてくれました。第10レースの決定までしばらくお待ちいただきたいと思います。続いては11レース、今度は A 級の決勝戦と、決勝戦が続きます。11レースは A 級の決勝戦となります。今3番車の恩田選手、ここでは恩田選手は短期となりそうですね。ライン、ここは埼玉勢となりそうです。4番、9番、6番というラインをご覧いただいています。野中選手、武藤選手、そして宿口選手、ここは2番、5番です。2番車の坂本選手の後ろに5番の小松選手、2番5番、このラインをご覧いただいています。では放送が入ります。ガールズ決勝決定、1着3番石井弘子、2着5番篠崎真澄、3着2番中島さとみ。10レースの払い戻し金額をお知らせいたします。茶番伝承複式3番5番2940円、茶番伝承単式3番5番3600円、3連勝複式2番3番5番1万1600円。